なんか勝手なイメージなんだけど、バレーボールとバスケ部ってなんかめちゃめちゃ厳しいイメージが勝手にあるんだけど、これってやっぱあれかな、私の育ってきた環境だからなのかな。私野球部は、まあ私の育ってきた環境下の野球部はそんなに厳しい感じじゃなかったんだよね。私バレーボール部だったんだけど、なんかもう怒号が飛び交ってたんだよね、体育館内で。だからもう勝手にこの体育館内の部活は怖いものが多いみたいなイメージがあってさ、もうなんか毎日誰かが怒鳴ってるみたいな、怖かった本当に。あ、確かにそうか、室内だから声響きやすいから余計に怖いみたいな感じなのかな。確かに言われてみればそうかも、声反響すんもんね。どうにボール顔面に当てられた。私パイプ椅子飛んできたことあるよ私のちょっとだけ前にいた先輩が怒られてて、顧問がパイプ椅子投げて、それ先輩それ避けたから後ろにいる私に当たったもんね超痛かった痛いとか言えないからいやー怖かったね。今大問題だよね多分。1年生は練習後に正座で説教とかあります。かわいそうすぎる。いやもうなんかさ、全国目指してますみたいなさ、もうそれぐらいの名門校が熱血なのはまあまだわかるよ。だってそこまでのこう情熱というかさ、実績もあるわけだしさ。けどさ、いや大会の練習試合ですら勝てないくせに何をそんなと思うことあるんだよね。楽しくやれたらよくないみたいな。私運動好きだったけど、その運動部のそういうところはあんま好きじゃなかった。楽しく運動できる部活があってもよくないと思ってた、ずっとね。